はようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。なんかバタバタしちゃった。なんか今いろいろバタ、なんか一個なんかエミさんのブログとか読んじゃってたら、あっと思って今度あのインスタ始めようとしたら、今度牛山さんがなんか辛味そばのなんか投稿とか上げてて、辛味そば、辛味大根のそばがちゃんと見てないんだけど、本当に今だ、もう7時になってから見ちゃったから、なんかなんだけど、辛味そば、辛味大根ってあるんですかねっていうか、なんか辛味そばが好きで、私と父がなんだけど、なんかお蕎麦屋さんで辛味そばって書いてあっても、全然大根辛くないじゃんみたいな言いながら、もうなんか何年もって感じなんだけど、きっと小田原にはあるのかな。なんかすいません、なんかいきなり、そんな美味しそうでした、牛山さんの写真がね、写真がもうプロなのでもう素晴らしいですね。で、今日はすいません、なんか今日は7月19日月曜日ですよね。 あるんだ、都内でもありますよとか言って、じゃあ教えてください。なんかあと辛味大根っていうのもよく売ってるけど、辛く、もう何回裏切られたことか、うち帰ってなんか大根おろしやって辛くないじゃんみたいな日々です。少しねちっちゃいんですよね。なんかでもきっと辛味大根運がないんでしょうね、なんかダメじゃあなんか教えてくださいね。そして今日は月曜日で、あのいろんな人と話してて、もうなんか本当にわけわかん、昨日のは超辛かったんだ、山梨ね、すごい羨ましい、なんかもう日本にはきっとないんだとか言っていたっていう、このなんかズレぶり、わかりました。じゃあ諦めずにあの出会いを待ちたいと思います。なんか今日ってもともとあの休みの日じゃないですか、カレンダー的には。だけど今日平日なんですよね。それで21、22に移ったのかな。なんかでもなんかみんないまいち誰も断言してくれない。そうなんですよね、誰も断言してくれないっていう、で今日実はなんか2個用があって、はしごでミミさんの個展にお友達と行くのと、それから2時からオペラシティでコンサート、ギターのコンサートがあるんだけど、多分そのコンサート企画された時には休みの日に合わせたんですよね。それで多分それでホール取ったりしてるんだと思うんですけど、いつの間にか平日になったんですよね。なんかオリンピックやるのなんてもうとっくの昔に分かってて、でしかも延期するのだって1年前以上前に分かってんのに、なんでカレンダーとかいじれないのみたいな感じがしますけど、まあよくわかんないですね。でも今日は19日の月曜日です。でなんかこう、あ、そうなんですよね、誰も教えてくれないんですよ。それであとなんかあの弓と禅の 話をなんか延々と引っ張ってたら、なんか弓と禅を教えてくださったあのエミさんって、松原エミ先生っていうあの方のブログを今朝っていうか昨日もちらっと見たんだけど、今朝もう一回見てたら、あの弓と禅のことをまああの明快に、でその神髄を書かれていて、あのまあそのエミさんの言葉は、なんていうのかな、もうあの無駄な言葉は一つもないので、まあ濃いので、もう読んで読んで読まないとあのいろんなことを読み落としちゃうので、ちゃんと読んでないんですけど、でもああと思ったのが、弓と禅の話で、見た方がいいのかな、でも見ても言えないかもしれない、あのなのでちょっとじゃあでも引く前にそれ言っちゃってもまた余計なんか何にもできてないって感じなんだけど、なんか一番言ってたのは、2種類あって、
2種類のことを言っていて、この世がね、この世が、現象が起こってしまう前の、だから、潜介、潜在意識の潜に現象の象で、潜介っていうのは結局、まあ、無とか無っていうか、まあ、ちょっとまたいい加減なこと言ったら大変なんですけど、そのとにかくその生じる前だから、時間と空間によってこう、この世界とか物とか私とか、現象が起こってくるじゃない。その現象の前の潜在的に現象がある世界みたいに私思ってて、潜介の話と、それからこの世の話、この後の現象界の話を書いてるんだって、弓と禅はっておっしゃっていて、それでそのここで言ってる、そのいろんなそのお師匠さんが弟子に一生懸命伝えてることっていうのは、その潜介で、潜介からのからこうことを起こすっていうか、そこに立つっていう話で、なので、なんか感じるとか、それから頑張るとか、そんなこう感じる、頑張るはもうすでに時間空間とか体感とか五感とかがもう起こっちゃってるじゃない。だからその前の世界のもうピンポイントもないところを言っていて、そのだからそのなんだったかな、その例えばね、武術の達人とか、その昔だったら、その、そういう武士のすごい人っていうのは、やっぱりそこで戦ってるから、だから先手も先手ですよね。その先あの先に先にその戦勝会から起こしててっていうことを書いていて、まあ、何度も聞いたことあるんですけど、感じるっていうのはもう遅いっていうこととかね。それで、筋肉とか筋肉を使うとかいうのはもう完全にこのような話じゃないですか。だから、その前を捉えるっていうことで、まあ、なんていうか、こう止まって、例えばこう待つとか言っても、なんかなんていうの、バスを待つみたいな、そういうなんかただ時間の経過を待つんじゃなくって、逆なんですよね。こう逆回転というか、このだらーっとしたこの世から、そっちに自分がこう会うのを待つみたいなことで。それでなんでちょっとそれが一個腑に落ちたかっていうと、昨日ちょっとたまたまちらっと話した、私が、窮地を乗り切った、ピアノで絶体絶命という、その大したあれではないけども、私なりにはこれ落ちたらもう終わりみたいな、それ絶体絶命の窮地を乗り切った時っていうのが、まあ、大体はその、いろいろ痛すぎてもう筋肉が使えないっていうことになった時に、なぜかその本番一発だけ、むしろ使えてた時よりもすごいパワーが出て、うまくいったっていうのが何回かあって、それでなんとか首の皮一枚でつながったっていうことが何回かあって。それが謎だったんですけど、そしてそれをもう一度って思うと、もう全然ダメで、あれはなんか、まぐれっていうか、神様が助けてくれたんだみたいな感じに思ってたんだけど、それってその潜介とその現象界で分かれた時に、現象界がもう使えなくなったので、一時的に。だからなんかそっちにこう、あとその、まあ、追い込まれて、まな板の上のじゃない、開き直ってんのと、もう集中せざるを得ないから、そういう意味でこうメンタルのポイントもあって、でうまーくそこに多分はまって
った時にやっぱりそこは、なんてマジックポイントというか、本当にあのなんかというか、本当にその人知を超えた、人知じゃないか、その人間のその限界だ、限界を超えられるポイントやっぱりあるんだなって、その私のろくでもない経験の中でもやっぱりそういうのはあるのは、すごいなんかそれとこれとがつながったので、じゃあやっぱり別に信じてないわけじゃないけど、もうそれはだって私のものじゃないじゃないですか。むしろ私を捨てた先ですよね。私が聞かなくなった時に現れるから、全員平等じゃないですか、それって。だからなんかめっちゃ希望っていうか、でなんか最近の考え方として、まあ最近でもないけど、変わったなって、自分が変わったなって思うのは、それはすごい私はいいというか、それでこうって思うのが、なんかね、こうどっか痛いとか、どっか調子が悪いとかっていう時に、前だったらもう被害者で、ああなんか運が悪かったとか、あの時あれをやらなければとかで、どうやってな誰に直してもらおうとか、なんかそういう風なのに行くんだけど、今何回かこうね、いろんな罪と善じゃないけど、いろんなことから、これのメッセージは何かなって絶対思うようになったんですよ。それでこれによって体か、なんか神様か、なんかが絶対なんかメッセージを送ってきてるから、そこを理解すればこれ終わるって思うようになって、でも本当になんかそうで、例えばそのどっか痛いんだったと、引いててどっか痛いんだったら、そっち行くなっていう、なんていう、そこ使うなとか、そんな感じだから、それによってむしろこう修正が入るんじゃないかなと思って、そうですね、なんかそれはなんでそう思って、まあ、いろんな意味から思うけど、私が例えばね、私が、神様でもいいし、過去の私のこうなんかこう失敗とかなんかを、例えばなんか事故を回避させたいとか思った時に、そっち行くなとか、それやるなっていう時には、どっか痛くさせたり、トラブルそこに置いて。行くなってやると思うんですよね、なんかメッセージとしては。そういうことしかやりようがないから、そういうふうに思うようになると、やっぱりでも弾き方とかだとすごい分かりやすくて、あ、じゃあこれはここ痛いってことはなんか間違ってるから、痛くないなんか道を探すみたいのやってると、その前より新しいなんか前弾けなかったところがそれによって弾けるようになったりとか、そういうのよくあるので、そうかな、ちょっと話がずれちゃったけど、なので、なんだろう、何が言いたいんだろう、なのでそのやっぱりそのエミさんのブログによって、ちょっと弓と禅の、見え方がクリアになりましたっていうことで、ちょっと私ぜひブログ読んでみてくださいって感じになっちゃうんですけど、もうちょっとちゃんと説明できるようになるように、でカタカムナの話をしていましたので、ちょっとカタカムナちょっと奥が深いので、またちょっとちゃんと自分の言葉で喋れるようになりたいと思います。と言って、なんかすごい弾く前に長くなっちゃったんですけど、まあ、ちょっと弓の禅の話、弓と禅はちょっと先に。ということで、ちょっと今から全くそれが反映できないんですけど、まあちょっと私なりにっていうことで、本日の、瞑想するピアニーノ行ってみたいと思います。すごい遅くなりましたけれど、よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございました。今日ね、なんかこれ陽子さんが陽子はい、いすゞさん、いや、いすゞさんだよね。おはようございます。今日はお仕事、その前にヨガしてますということで、ヨガの先生ですね、いすゞさんはね。すっごい、私あれができないんですよ。倒立ができない、倒立できる人いっぱいいるんだけど、とても美しい倒立、なんていうの、名前が分かんないんですけど、なんとかのポーズなんですけど、皆さんねできるんですけども、全員尊敬してます。でそれはいいんだけど、今日、あ、そうだ、今日これから、2個行くって話をしてて、私今ね、そのある若いギタリストのファンで、ちょっとそれがね、なんかいくつぐらい、30ぐらいかな、すごい才能のあるギ、あの、クラシックギターなんですけど、そのパリ音楽院、フランスに留学されてて、で男の子って男の方で、素晴らしいんですよ。もう本当に世界的に評価されていて、でもまあね、もちろんそのクラシック音楽とかクラシックギターって、実力があってもなかなか厳しい世界なので、すごい頑張ってるんだけど、でもそのね、その方が、私の一つ前の、一つ前というか呼吸法をやってくださってる徳島の陽子さんの、インスタライブでね、陽子1968さんの、がその徳永真一郎君っていう子なんだけど、そのお母さん、徳島出身で、お母さんに体操とかヨガを教えてるんですよ。なので、なんかそれ、こ、こん、あの、陽子さん口止めとか、ちょっとそれ言わないでもらいたい、ここで喋ってましたとか言わないでもらい、万が一見られたら困るので、なんですけど、すごいね、すごい才能あるんですよ。それでギターって、クラシックギターって本当にこう、割とこう、まあ、楽器が進化はするけど、でも割とその昔から、例えばピアノだったらどん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 音が大きくなったり、いろんな機能がこう追加されて、大ホールとかでにこう合わせていくんだけど、ギターってずっとこう、クラシックギターは、エレキはね、もうそれこそどんな大ホールでもいけるけど、エレキはエレキでまた奥が深くて、よく今度逆にね、クラシックの人はそういうエレキとかキーボード嫌うとかバカにするとかいう人いるけど、それはそれでまたすごい奥が深いから、やっぱり誰が弾いても同じになるわけで全然なくて、本当にこう人の声のようなエレキ、なんていうのかな、人とかやっぱり神みたいな人いますよね。でそれはまあそうなんだけど、でクラシックギターは、何が言いたいかというと、難しいんですよね、とにかく、そのと思うんですよね、私から見ると。その本当に弦を弾くだけですからね、それをまたペダルで増幅させるとかないし、その本当に、まあ、ポロンっていうか、こうそれだけで、まあね、趣味の人だったらコード、まあ、それだっていろいろだけど、コードで歌うとかあるけど、じゃなくって、クラシックギターって本当にピアノで弾いてるような感じに、重層的なメロディーを一つのギターでやるので、すごいことなんですよね。それをなんか結構みんな分かってない人多いなと思うんだけど、でそれだけじゃ、そのね、テクニックバリバリっていう人はいっぱいいるんだけど、まあ、それもそれでね、すごいみたいな、超絶技巧みたいな。でこの徳永君はもうそれももちろん余裕で、最難関みたいな難しい曲とかも CD 出したりしてますけど、心を打つみたいなのってやっぱり持って生まれたものじゃないですか。そのなんか音楽性というか、その絶妙なこう歌い方というか、間合いとか、もう本
当に天性だなと思って、そのだから理由じゃないから、その音楽が詳しいとか詳しくないとか好き嫌いとかを超えて、多分誰が聞いても本当にこうなんか、だからきっとあれでしょうね、きっとその何かが天然で、なんていうのかな、癒す周波数とか、あるいは持って生まれた、そのでもなんか本人もちょっとその癒し系な感じの方ですけど、なんだろうなと思って、やっぱり本当にすごいと思ってて、まあそれ今日また楽しみなんですけど、でなんかちょっとその陽子さんつながりなんで、なんかすごいなんかお手紙書いて、なんか、お母さんの体操の先生の友達ですっていつも書いて、応援していますって言ってなんか渡してもらうんですけど、なのでなんか楽しみだなと思ってて、きっとね、今日もちろん券はもうねないんですけど、いつかたまにラジオとかで聞けるので、ぜひなんか、あとインスタライブとかもしてるので聞いてみてほしいなと思うんですけど、今日の演目は、演目っていうか今日の すごい古い 今日のコンサートは、あるモーツァルト協会とかなんかな、そういうどっか主催で、今日はね、なんだったっけ、チェンボロじゃなくてピアノフォルテっていう古楽器と一緒にやる、まあ、モーツァルトとかの回なので、他の曲もやるんだけど、でその話ちょっとしようと思ったのは、チェンバロと、いろんな、もっといろいろあるけど、大きく分けるとチェンバロって聞いたことありますよね。チェンバロとそれからピアノフォルテっていう楽器があって、でこれはもうピアノなんですよね。もうピアノの方に入ってきてる楽器で、で、まあ、今のピアノはモダンピアノってみんな言うんだけど、今なんかピリオド楽器っていう言葉が最近流行ってて、でそんな言葉前なかったような気がして、聞くとやっぱりそういう専門の人もそんな言葉はなくて、まあ新しくなんかこうそういうなんか業界を活性化させるためみたいな感じで多分生まれて、でピリオド楽器コンクールみたいのが、そういうのオランダとかベルギーって盛んなので、まあそっちの方とかで行われたり、いろんな今ちょっとね古い楽器にスポットが当たってるんですよね。それでその作曲家がその当時作曲したのと同じ楽器で弾くって意外と今までなくって、全然違う楽器で作曲してるけど、モダンピアノ、現代のすごく響きの豊かな、音の強弱もつけやすい、まあカラフルな感じの音色が出るピアノで何でも弾いてたんだけど、最近その元々の楽器で当時の状態を再現しましょうみたいな動きが結構あって、そういう流れで、まあもしかしたらちょっとピアニーノもみたいになんか、だからないってことですけど、思ったりもするんですけど、そのね、チェンバロってわかるかな、なんかちょっとこうバッハとかああいう音、古典の曲を弾くチェンバロの音って思い浮かびますかね。実はピアノと全然違ってて、どっちかっていうとお箏っぽいっていうか、あれって鍵盤楽器で鍵盤があるんだけど、鍵盤を弾くと何が起こるかっていうと、こういうなんか鍵みたいのが弦を引っかくんですよ。それによってピンと音が鳴るから、まあギター方式ですよね。その爪が弦を引っかく音が、それがチェンバロで、だから音の強弱がつけられないんですよね。でそういう楽器でバッハとかは作曲してたから、本来はバッハの曲って強弱ないんですよね。ただバッハがもし今生きてたら、その時はその楽器が限界だけど、今の楽器だったらもうカラフルにすごい強弱つけてやってほしかったかもしれないから、別にカラフルにとか強弱つけて弾くことが悪いことではなくて、解釈なんだけど、それで、チェンバロがあって、でピアノフォルテ、今日その
徳永君と一緒に弾かれるその川口さんとかいう方はすごいピリオド楽器のコンクールで優勝された若手のそういう古楽器の有名な方なんだけど、その方が弾くピアノフォルテっていう楽器は、見た目はちょっと、古いピアノなんだけど、完全にそのチェンバロとかハープシコードとは違ってピアノ方式で弦をハンマーで叩くっていう形なんですよね。だからそこで大きな楽器の大変革があって、引っかくのと叩くのだと、叩く方が叩き度合いによって音量がね調節できるようになった最初で、ベートーベンはほとんどピアノフォルテだ、ピアノフォルテで作曲しててね。で結構そのベートーベンが作曲をしていく、その彼の進化の工程とピアノの進化のあれがかんか完全に重なってて、彼のアドバイスとかも確か入りつつやってたんじゃないかなと思って、だからその曲をね、例えば32個ソナタを書いてるんだけど、順番にその当時のピアノの限界が分かるんですよね。そのピアノができるピアノフォルテとか、ピアノのその前のハンマークラビアって呼ばれて、ハンマークラビアっていう曲もあるぐらいで、やっぱり楽器と曲って切っても切り離せなくて、楽器の進化に伴ってその音域が増えたらそれギリギリまで使うし、いやこのこれもそうですよね。ショパンの曲はこのギリギリまでピアニーノは普通のピアノより鍵盤の数少ないんだけど、ショパンの曲はギリギリまで使ってるとかって思いますけどね。ちょっと話がそれましたけど、そんな感じだから、その古楽器と古い楽器にギターってちょっと近いですよね。だから室内で本当にアットホームな感じで生の本当のこう直の音をみんなで楽しむみたいなのが一番でもね合ってると思うけど、でもギターのコンチェルトとかありますよね、オーケストラと一緒にやるやつとかね、なんですけど、いやすごい楽しみだなと思ってます。いや徳島でね、お父様がされてた方みたいですけどね、本当に多分ギターに選ばれたって方なんだと思う。ちっちゃい時にもうハマったっていうか、自分でやりたいってなったみたいですよ。男の子なのにね、すごい、そういう方ってね、やっぱり本当に自然、音楽がと思いますけどね。すごいいっぱい話しちゃったんで、これ陽子さんはお母さんに言わないようによろしくお願いしますっていう感じで、今日はこんなところです。また意外と長くなって今日話すことがないと思ったんですけど、すいません、ちゃんと調べず話すこの感じ、ちょっとまたちゃんとそのエミさんのブログもちょっと読み解きたいと思っております。ということで、今日7月19日の月曜日ですね、多分そろそろオリンピックが このいい加減な感じ、多分そろそろオリンピックが始まると思いますけど、よく分かっておりません。ということで、今日が素敵な一日でありますように。今日はね、昨日35、6度まで行ったと思うんですけど、東京。今日もそんな感じですので、気をつけていきましょう。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございました。